はい、皆さんどうもミスタロウです。ポケモンレンジャー光の奇跡実況プレイやっていきたいなと思います。過去編ですね。前回神の神殿を無事にこうして闇の神殿への道が開かれました。で、今回はね、どうやらピジョットがいいらしいってことなんで、先ほど余ってた AP を全部ぶっ込んでピジョットをオール5にしてきました。ただここは、ま、激震ドラゴンポケモン、ポケモンに囲まれたからなんだ。2つの道、右は竜巻の嵐、左は大きなポケモンが待ち受ける。決まりは5匹キャプチャー。これが確かね、ピジョットがいいらしい。ただそれしか知らない。なのでやってみましょう。とりあえず闇の神殿を越したら、光の神殿はね、どうやら一人っぽいんですよ。1個だけっぽいから、あと5個だから、終わりがやっと見えてきましたね。右は風のあるし、左はなんちゃらかんちゃってたな。気回り、いや、そもそも気回りも遅い。あ、すげえいっぱいラジオになったな、お前。ソーラービーム。エアームの方が威力が低いけど、その分回復が高いみたいですね。ああ、強い強い。で、ピジョットの方が回復遅いけど、その分攻撃力高めみたいな、そういう感じらしいですよ。バナー、これ右と左って関係あるのかな。でっけえ雲が、すっげえ近くにいた。ビビったわ。でもあっちも多分行かないといけないでしょ。で、こっちは風が道を塞ぐってさ。で、関係なし。ちょっと見てみたい。ああ、ガードか。強え強え強え、一発だ。あ、銃か、いいね。どこでレベル上げするのがいいのかな。はい、60、いいね。これは2人いないとダメだから関係なし。ふぅほ、右行けるようになった。 OK。 あ、これでどっちしろ両方行けるようになったのか。さっきのね、ドンファンのあれが癖がついてるからちょっと離しておいちゃったんだよね。ピジョットは近くに置いた方がいいんだ。ピジョットが出すから。で、キマリオ3キャプチャで、すごいところ抜けてったな。90秒、でも90秒は飛ぶべきなの。ああ、でもミツハニーがそんな強くないからね、戦っても問題ないかな。とりあえずこっち行ってみますか。お、出てきた。キマリ、まだ一発、キマリは一発で倒せないんだね。いや、ソーラービーム食らいすぎですよね、正直。さっき見た通り、HP 結構過信できないから、ボン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 、食らうとき連続でボン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 食らうから、あと2匹。ああ、なるほど、いけるよってことね。 HP 回復。でも多分あと左側にいると思う。ここにいるのかな、2匹。ヘラクロス、あ、決まり。じゃああと1匹が左側のどっかにいるってことですね。くそ、1回のローテーションで行きたかったけど。じゃあ一旦戻りましょうか。左か。危ねえ、ヘロクロスがちょっとキモい。意外とこれが強い。今ラグラジっぽいのいませんでした、あっち左側。ラグか。ラグですね。こっちの方が多分行っちゃいけないやつだな。ひぃ、
熱せえ。危ないね、ちょっと出すの早かったらあれだったな、食らってたな。さすがにこれはピジョットの力借りないときつい。おー、このラグは、このラグも気持ち悪いな。 OK、 20ぐらいくんねえかな。18か、おい結構くれるな。こいつ決まりなんじゃないかな。あれいましたね、しっかり1回のローテーションでいけないよな。やっぱソーラービーム打つの待ってもらいたい。意外とこれが長いんだよね。よし、 OK で、あと4分50秒か。いけるかな。うわー、タイムアップあるかなと思って見ようと思って来たのがいけなかった。多分こっちのルートは絶対外れルートだよな。くそ。オッケー。あの雲一周してきやがった。90秒ください。あ、60秒か。じゃあ先に向かいましょうか。あとあれだね、スイッチの場所をちゃんと覚えるってことだね。そうすれば余計な戦いしなくて済むから。4分38秒。とりあえず被弾しないようにしましょう。ふう。ボスはビークイン。早いのかな。なんだそれ、なんだそれ、なんだそれ、何それ。2だとダメなのか、周り周回するのか。なるほどね。1だと、で出が早い、これすごく。1だとその場だけど、2だと周りペペペペペってやるから、ここですね。おお、狙ってくるか。で出が早い、すごくこれ。食らっちゃうな。1回目の1の1が多分2回ぐらい続けてくるから。あ、そんなことなかった。なるべく1回目の後がいいかな。でもあとはパターン変わった時でね。なるべく早く出さないと多分次がね、時期狙いしてくるから。ね、やっぱ狙ってくるんだよね。あんまり時間はないな。弱点だけどそんなにやっぱ効いてないからな。ピジョットのポケアシストがないとさすがにきつい。あ、ポッタ、なんだそれは。新しいパターン追加してきやがったぜ。的確だよ、攻撃が。なんだそれは。君はもう完全に毒の下だね。唯一あれが飛行技っぽいけど。
あ、でも2があれだな、周りチャ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 ってやらなくなったな。で、この毒がランダムなのかな。うまく、オッケー。この2があれだね、周り周回しなくなったから、これなんか出る場所一定っぽいんだよな、すごく。長くなったね。長くなったけど、その分硬直が発生するようになったから、あ、やってくるようになってきた。わかんないな。うっそ、そんなに早く。ここの硬直あるないか。いや、ギリギリっぽいな。いや、ギリギリじゃないな。足りないな、時間。死んだ、強っ。あー、もう一回だけちょっとやってみます。
勝った勝ったけどさ勝ったけど超でかい雲がだんだん近寄ってきてた、はあ、自分のさ左隅を見てたらねバサバサバサって動くの。それか怖い、こいつずっといるんだよなこの部屋。よかった2つ越したよ。でも583だって。いや無言でお送りしましたけどいかがだったでしょうか。結構進んだね。とりあえず2パート分収録できてよかった。これでちょっと1回レベル上げしようかな。鎧兜の力を持ってしても勝てないなんて、お前が犬の神殿に侵入したことを騒ぐために報告する。本気を出してあの方の前でせいぜい後悔するかい。こいつはあれだね、もう初めからそんな感じだ。捕まってるよ。話せ、俺はサンガ様にお仕えする鎧人だぞ。お前、あいつが何しようとしてるか分かってるのか。サーグ様が何をお考えか分からない。だがあのお方の考えることだ、正しいに決まっている。とにかく話せ。おお、おい、やね。どうやら彼も暗示をかけられているよね。解けなかったのか。よろびた純粋な心の持ち主ばかりだ。だからこそサーグの暗示にかかりやすいのかもしれない。見せろよ、どうかは彼らを救ってやってくれ。ポイを持ってこい。よし、ご一緒いただきましてありがとうございました。よし、レベル上げよう。さすがにそろそろもう50ないときついんじゃないかな。またメタクロスかな。はい、ではまた次回以降もよろしくお願いいたします。さよなら。